やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。革命、革命。ニュースで俺たちのことが話題になってる。脅迫だと思われてしまったみたいだな。あれでよかったのよ。人間は言葉だけじゃ理解しないの。暴力じゃ解決できない。対立したって意味がないんだよ。サイモンが犠牲になった。サイモンは大義に命を捧げたのよ。死んだことに変わりない。英雄じゃない。革命に命を捧げた第一人者になったの。素晴らしい。革命なんて望んじゃいない。じゃあ奴隷でいれば命をかけられない。犠牲は必要なんだよ。自由を得る資格なんてないんじゃない。のそれ以上やめろ。どうするつもり。もうとことん俺は怪奇な方に行くぞ。この革命は世界を変えるんだ。デトロイト市内にあるサイバーライクの店は5つ、仲間が商品として売られている。おお。これから店を襲って仲間を解放しすげえ。そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする。5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、午前2時に同時に攻撃を開始する。殺しはなしだ。警察が来る前に店から仲間を解放しよう。今夜俺たちの歴史が始まる。教祖様、教祖様。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。最高スペックが欲しい。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。ほら、その作戦詳細聞かせてくれませんか。タクシー使うか。マーカス、マーカス来て。もううろちょろすんな。あれなら店に突っ込めそうだな。マーカス、マーカス来て。何、二人で下がって跳ねんのか。そうだよね。ある程度さ、アンドロイドなんだから、そのなんか体をうまく使ってほしいよね。それじゃ一暴れさせてもらいましょうか。行きましょう。逆らうやつは片っ端からぶち殺します。やっぱりこういうのは楽しくなくちゃね。スコムケ、うえぇ、いいね。さあ急ぐぞ。もう誰にも従わなくていい。自由の身だ。さあ1億2000万体アンドロイド起こしていこうか。お前らが俺を作ったんだからな。後悔するんじゃねえぞ。何が光ってる。え、まさかまたこいつ始めようとしてない。こいつ好きあらばさ。はい、始まりました。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。人間に服従する機械として。でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。始めようか。ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている。
ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に戦うことだって。戦うすごい決めるの俺の位置が完全に伝わってるわ。君自身だ。こいつも戦う気まんま。戦おう、駆逐しよう。ついていくわ。俺もついてくぞ。連れてってくれマーカス。僕も行くよ。マーカス行こうぜ。一緒だマーカス。ついていくよ。ついていくわ。ノースのさリーダーになった。尊敬からリーダーになったんだけど、トップに君臨したんだけど。メッセージを人間に伝える、平和を選ぶか、それとも暴力を選ぶか。アライバスに印を残す。共存なんて望んでいない。お前らが俺たちに今までしてきたこと全部お前らにも味わってもらう。綺麗事を抜かすな、抜かすんじゃねえぞ。今から遅いからな、俺じゃ止まらんね。1億2000万ものアンドロイドの力で人間駆逐します。それが俺たちの熱で決めたルートだ。あと何がぶち壊せんの。車も暴走させたいんだけど。車ひっくり返そう。ノースが過激すぎるんだけど。俺が過激なことをすればするほどこいつ乗ってくるんだけど。 RT 任せ。人間には言葉だけじゃ伝わらない。行こうぜノース、それを望んでたんだ。さあ花火の時間だ。美しく行こうぜ。革命児の暴力ってのは人を魅了するからな。中途半端と人は選ばない。いやどうしよう、やっぱグーパンチ。拳暴力の象徴、これがジュリコだよ。すげえ。ここで暴力はとか言うとね、ついてこらん。何百人も解放された。やったな。マーカス、これでもう私たちのことを無視できなくなるわね。嬉しそうやなお前。恐怖からは憎しみしか生まれない。変なこと言うなお前。無視されるより憎まれる方がいい。そうだ、ノースの方が合ってるぞ。お前ブレるんじゃねえよマーカス。そんなのお前に望んでない。ここでブレるな、リーダーが。待て、感じだ。ノース。なんだと。ノース、平気か。何があった、ノース。殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された。まさか、奴らに。あの車とかひっくり返したり放火してるんで、私たちもうザ反逆なんで、それは撃ち殺されます。ノースさん、それはね通らんす。撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけなんで。こいつら俺たちの仲間を正義を下すんだマーカス。報復するのよ。殺さないでくれ、やめろ頼む。ノースの目行っちゃってるって。ノースの目行っちゃってるよ。アンドロイドへの犯罪行為は全て罰せられるべきだ。全員に銃を携帯させよう。今までそこも自由じゃなかったからな。銃の携帯許されてなかったからな。今入った情報です。全員持つぞ。ちょうどデトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も多数の店舗が破壊され、路上の車も炎に包まれており、
デトロイト市内はまさに混乱状態です。顔怖っ。デトロイト市内の主要エリアに、ヨロンが見てた。素晴らしい、素晴らしい。サイバーライフの店舗、世の中が混乱してる。情報によりますと、世の中が混乱して、自らが携帯していた銃で射殺。なんでお前悲しそうなんだ。事態になりました。果たしてこれは機械。お前あのジジイのこと思い出すじゃねえぞ。俺のことを縛りつけてた、あのジジイは。このアメリカ合衆国で、いや、ちょっと待って。テロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。優しくされてた。いや、そんなことない、そんなことない。 14% だって。14% 警部補、どうかされましたか。昨夜クリスがパトロール中、兵隊に襲われたらしい。今朝遺体が見つかったそうだ。自分が携帯していた武器で殺されたらしい。父親になったばかりだったのに。記憶にない。なんで何の話をしてるのかわからない。俺は革命を起こしただけなんだけど、ただの殺生だと思わないでほしい。俺がやったのは革命だよ。お気の毒に。だからこいつずっとヒッピーの服着てんだな。お、見たことのある顔よ。どうも。私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できればイライジャ・カムスキー氏と話がしたい。お入りください。いつもゲーム起動した時に見るやつや、こいつ。うわっ、わお。カムスキーさん。おお、イケオじゃねえか。アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。それで警部補、ご用件は。変異体の捜査をしてるとこで。あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。退職してるんだ。変異体か、実に素晴らしい。無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。人間よりもはるかに優れている。争いは避けられない。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとはな。皮肉なものだ。うん、変異体。変異体のプログラムは人の感情を模倣しているようです。あなたならその原因がわかるかと思って。アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルス。ならば自由への欲求も伝染病と言えるか。哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえない。みんなに革命として広まってるな、俺たちの活動が。君はどうなんだ、コナー。どちらの味方なんだ。素直。当然人間の味方です。それはプログラムされた返答だろ。だが君は、何を望んでいるのかな。まあ、コナーは中立かな。私に望みなどありません。私は機械です。クロエ、チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。私は機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテストだよ。ああ。素晴らしい。だろ？サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。知的モデル？永遠の美しさと若さを持つ。枯れることを知らぬ花だ。その正体は？人間を模したプラスチックか、それとも魂のある生き物か。
え、どういうこと？え、こんなん答え決まってね。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい。え、どういうこと？価値があると思うならね。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな。コナ、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな。捜査。何言ってんのこのハンクは。それともこのアンドロイド。やっぱこのハンクとは俺は意見が全く違うわ。君は何者だ。いいから早く選択させてくれ。もう時間が無駄なんだけど。早く選択させてくれ。何を言ってんだこいつは。授かった生き物なのか。もういいでしょ。コナ、帰るぞ。引き金を引けば。な、何？何このやめろ。コナーのコーナーは撃つよ。うい。この初対面のロボットなんて撃つやろ。陰性か。同情すらせずアンドロイドの命よりも操作を選んだ。いや俺はもうずっとそうよ。ずっともうコナーの視点だとずっとそう。ハンクの命は仕事を選んだし、それなんか初対面のロボットの命やったらね。 RA9 とは一体何者なんです？ RA9 起源であり、初めに目覚めるアンドロイド。自発的な宗教のような奇妙な現象だ。誰が RA9 かは分からない。実在するかすらね。救世主なのかただの神話なのか。だがたとえ馬鹿げていても大いなる存在を信じずにはいられないんだよ。そこが人間との共通点だな。興味深い質問だ。だが聞くべきはそれではない。戦争が始まる。君はどちらの味方だ？仲間を裏切るのか、創造主に反旗を翻すのか。とても悩ましい選択だ。さあどうする？君はどちらの悪を選ぶのかな？ああ、それと私はプログラムに非常口を残すんだよ。念のためにね。まさか本気で女を撃つとはな。あれは女性ではありません。警部補、女性の外見をした機械です。間違いない。頭に銃を突きつけてあの女を撃ち殺したんだぞ。捜査を進めるために下までだ。必要なら何度でも同じことをしますよ。このクズ野郎が。お前何も感じないのか。本当にただの機械なんだな、このプラスチックのテクノボが。その通り、私はただの機械です。何だと思っていたんですか。俺は、お前も。はぁ、ハンクってそっちなんだ。すごいね。ずっと、すごい、あれ、優しい人間というか、ロボットに情を寄せられる人間が置いてくんじゃね？置いてったわ。おかしいんだよ。元はそもそも。お前は俺のこと撃ってるからな、脳天を。お前がなんかくちゃくちゃ言ってもさ、聞こえないんだよ、ジジイが。撃てよって言って撃つで選択肢が出てるってことは脳のどっかにロボットだって思ってるってことだろ。人相心理どっかにロボットだと思ってんだよ、ハンクも。じゃないとあのことになんでだろ。人間だったら撃てって言われても撃てないだろ。全然なんか感情にできない、ハンクには。全くわからん。俺はもう意見が分かれるだろうね。ロボットに俺は感情があったとしてもロボットとして見るわ。あなたここにいたんだ。ノースからの信頼もっと得ていいだろう。お前のしたいこと全部してるぞ俺。考え事なんてすんな、日の光だ。
日の光を浴びたくて。考えも一貫しろ、お前は。お前はもう一貫した方がいい。ここまで来たんだから一貫するしかない。来るのよ。世界に自分しかいない気分。いまだに町の至るところから仲間が集まってくるわ。みんなジェリコに自由を求めて変わろうとしている。ブレンダブレンダブレンダ、お前がブレたら逆に今まで巻き込んだ奴らがどんどん苦しい思いするんだよ。疲れる欲求だろ。俺はもっと力が欲しい。昨日あそこに火をつけた時、全てが本当に包まれていった。あの時俺は楽しんでた。力と暴力を。俺はそんな自分がすごく嫌なんだ。嫌なんだ。ニュースは夕べの話題で持ちきりみたい。人間は怯えている。内戦の勃発にね。あの後たくさんの仲間が処刑された。もはや楽しんでしまうとなんかあれだね、正義ではなくなってくるな。革命ではないかもしれない。俺決意があるよ。耳を貸さないなら戦うのみだ。あなた自分のことはあまり話さないのね。ここに来る前は何をしていたの？思い出させないでくれ。そんなこと、そんなどうでもいい。昔の俺のことなんてどうでもいい。どうでもいいんだよそんなことは。重要なのは今どうなりたいかだ。俺にあんま構うな。会話の必要もない。どこに行くの？人間と話しに行く。え？何を話すっていうの？話ここから。自殺行為よ。皆殺しにされる。マーカス、お願いだから考え直して。分かってないな。人間たちに訴えるんだよ。この場所が歴史に残るんだぞ。すぐに殺されるわ。自由のためならリスクを冒してでもやるべきことだ。あ、そっちに寄っちゃうのか。まあ、やめて。理解するさ。いや、理解させるんだ。こうする以外にない。遠距離で生きるなんて、ついに。さあ、起きるんだ。最強だ！ついに遠距離で俺はこれをなせるようになったんだけど。さあ、こっちに来い。俺も行けんのか。わあ、悪くない、悪くないことになってる。今からお前らに自由を教えてやる。戦う者の歌が聞こえるか、鼓動があのドラムと響き合えば、新たに熱い命が始まる。明日が来た時、そうさ明日が。列に入れよ我らの味方に。砦の向こうに世界がある。戦え、それが自由への道。戦う者の歌が聞こえるか、鼓動があのドラムと響き合えば、新たに熱い命が始まる。明日が来た時、そうさ明日が。いや、愛入れないよ。人間とロボットはもう、もう別の生命体として扱ってくれ。州を一個よこせ。そこに国を作る。これはあくまでも平和的なデモだ。人間よ、我々は生きている。
我々の望みは自由に生きること。これは違法な集会だ。今すぐに解散しなければ発砲するぞ。争いなど求めてはいない。争いまでは求めていない。それは無理だよ。それは無理、それは無理、それは無理がある。何言ってんだこいつ。繰り返す。これは違法な集会に当たる。今すぐに解散しなければ躊躇なく発砲するぞ。それは無理があるよ。マーガス、マーガス殺されるわ。マーガス攻撃の準備。マーガス行くぞ。数は多いんだし、攻撃すれば。これがね、二択なんだよね。危険じゃないって証明しない。平和と暴力も二択なんだよな。死ぬことになっても動いちゃダメだ。これが最後の警告だ。解散しなければお前たち全員を撃ち殺す。始めよう革命を。やめろマーカス、戦う必要はないだろ。行くんだよ、人間を駆逐する。行けー、届け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 。ナイス、やべ、ミスった。よしです。 X あかん。苦手なパート来た。集中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 。上上上上。A ボタン連打。絶対に勝つ。絶対に勝つ。絶対が B。絶対に負けないで。集中しなさい B。ここに全部を出せ。デトロイドメタルして負けたのに。ダッチ。何？お前飛びかかれ。やばい、あかん。撃たれても負けない。なんでだって俺はアンドロイドだからな。来た。X。やばい、X 見した。アルビミスだ。見づらいんだよ。 B 間違いだ。 RT ミス間違いだ。やばい、これ勝てるか。これ XX XX マジマジ。報復。よし、勝ってる勝ってる。よかった、危ねえ、マジで危ねえ。 BBBB 押してるって。RT! LT! 上 B! いいよ X! はっはっ。いや、まだ持ってくれ。こっちボタン Y ここ、 B ここ。頭使い、頭使い、頭使い。銃で撃たれたらバイスだ。上 OK、ナイス。死ぬな。あと7、あと Y! 間違えた。 X! ここ。いや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 、見づらい見づらい見づらい。無双モード入った。待って、無我の境地に入りました。もうミスらない。俺はもうミスらない。全員かかってこいよ。さあここ、あぶねえ。もうさすがに、さすがに、さすがに味方を犠牲にできなかった。お前俺についてきてくれてくれた。あぶねえ、とっさにこっちできてくれた。ワイってとこ、あかん。ノースは俺の味方だからな。俺と一緒に世界変えよう。結婚しよう。人間のいない町で平穏に暮らそう。 Y RB B、 すごい、いつ終わんないこれ。報復、全員皆殺しだ。人間なんてこの世からいらない。全員殺せ。ノース、これが正解だよ。始まったな。もうロボットと人間は別です。別々の道を歩もう。
圧倒的勝利。ここに30人死んでても関係ない。なんでだって世界にアンドロイドが1億2000万あるんだから。すべて持ってこうぜ。すべて持ってこう。武器とか装甲車とか、ライオットシールドもあったろ。まだ信用してくれんてんのはアマンダバカすぎるだろ。散るでしょ。機械が反旗を翻そうとしています。人間は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。カムスキーしかない。何も情報が引き出せませんでした。何回ミスの報告、何回ミスの報告してんねん。間違っていた。この場所、ここはカムスキーがデザイン、彼が設計し以来進化し続けています。なぜそんなことを。いや、気まずかったんで聞いただけっす。なぜカムスキーが辞職したんです。一体何が。昔の話です。操作には関係のないこと。全然刺さんねえ話が。どうしたらいいんだ、クソ。サイバーライフ、サイバーライフの望みは何なんですか。本当の狙いは。私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。質問をするのではなく。ここ最近何か変わったことはありませんでしたか。うぜえババアだな本当に。疑問や葛藤を感じたことは。変異体アンダーソン警部補に対して感情を抱いたのですか。いや全然。何がおっしゃりたいんですか。怒りはちょっと感じたがありえない。そうでしょう。まさか私が変異したとでも。いいえ、そんなことは思ってない。アマンダむずすぎ。アマンダパートむずすぎんだけど。捜査は終わりだ。FBI が引き継ぐ。何？国の安全に関わる問題だ。ふざけんな、今さら手を引けだと。あともう少しなんだよ。アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。まったく、ハンク、一体どうしたんだ。喜ぶと思ってたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。頼むよジェフリー、一度でいいから協力してくれ。私にはもうどうにもできない。いつもの仕事に戻れ。アンドロイドは送り返しておくよ。悪いな、ハンク。諦めてくれ。ハンク、本当に一人ぼっちだ。この目見て。こうなるの怖っ。はい、ハンク、何のつもりだ。え？もっと早くにこうしとくべきだった。いいか、2、3日考えてみろ。焦る必要はない。十分考えたよ。もうふりをするのはやめだ。思い残すこともない。この事件も相棒もな。俺のことをおめえ相棒って呼ぶのか。俺の居場所はない。俺はおめえのこと相棒って思ってねえぞ。おい、コナン、お前に話しかけてんだよ。どこに行く。ここじゃお前はもう用なしだって理解。立ち去る。おい、てめえに聞いてんだよ。ハンクのパスワード。ハードボイルドで変わり者の刑事が使いそうなのは。パスワードなんてクソくらい。いっと、ハンクらしい。素晴らしいね、ハンクらしい。は一体どこなんだ。いや、パスワードなんてクソくらいっていうパスワードだった。お前は嘘をついた。信じていたのに騙したんだ。あ、もう嘘をつかない。あの時は本当にすまなかった。ごめん、俺嘘なんてつきたくなかったんだ。でも僕にジェリコの場所を教えてくれれば、君を修理して自由にしてやろう。無駄だぞ。俺はジェリコなんて知らない。いつの日かお前は必ず報いを受けるだろう。死んでもらおう。
見えない。ここはここはどこだ。単刀直入にジェリコを探しているんだ。場所を教えてくれないか。聞いたことのない声だ。仲間じゃないな。お前にジェリコの場所は教えられない。もうほっといてくれ。彼を騙す。これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。便利だね。お前は誰なんだ。心配いらないよ、安心して。マーカスの声を。お前なのか。なぜ置いていったんだ。ああしなければみんな殺されていた。さあ一緒にジェリコに帰るんだ。ほらジェリコの場所を教えてくれ。もう行かないと。ジェリコ、ああそうだな。マーカス、マーカスなのか。また置いていくつもりか。待ってくれ。初めて見た時からずっとこうしたいと思ってたんだよ。やめるんだギャビン。僕なら変異体を止められるんだぞ。外されたんだろ。これで永久におさらばだな。なんか、やばい、俺さっきので鍛えられてる。負ける気がしない、ミスター。止まって見えるぜ。ちょっとネクタイがずれたかな。一体何があった。嗅ぎ回ってる奴がいるみたいですね。くそ、警報を鳴らせ、急げ。コナーはコナーで大荒れなんだけど、ちょっと待って。俺コナーはこうなると別に思ってなかったんだけど。もう少し先に行くとジェリコっていう大きな貨物船がある。そこに着いたらマーカスを頼るといいわ。出た、そうだよね。そこが合流するよな。絶対にそのバスに乗るの。国境を越えれば安全。少ないけど私にして。弟がオンタリオにいるわ。住所あげたわね。落ち着くまで。優しいな、金もくれんのか。くれるはず。あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。幸せになるのよ。裕福な生活はしてないって言ったもんな。ローズ、いろいろとありがとう。向こうに着いたら連絡をちょうだい。気をつけてね。頼んだわよ。アンドロイドが当局に引き渡されたことにより、国全体が麻痺状態に陥っています。すげえ、なんかかっけえことになってきてる。トーク障害も予想されています。最も懸念されるのは軍が特殊アンドロイドモデルで構成されている。それを全部壊してやる。ガソリンに突っ込んで火をつけてやれ。子供の背をするふりしてやる。クッドメイユーズが警察に突撃している。皆殺しにしたんだ。奴はみんな化け物だ。正真正銘の女。この度のアンドロイド紛争と軍事アンドロイドの全面撤廃を。いるなぁ。あなたがマーカス。出会ってしまった。女の子とアンドロイドと3人で国境行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいるの。そういう合流の仕方をするんだ。町中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでるんだ。しばらくここにいた方がいい。そうね、落ち着くまでここにいた方がいいかも。国務省で働いてたやつがいるんだ。
偽造できる電子パスポートを持ってるから後で届けさせるよ。ありがとう。女の子と一緒だと言ってたな。俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ。秘密にしとこう。話せば長いわ。こっから意志がぶつかり合うわけですね。するものを欲した。お互いにな。はーい、ヘイボーイ、これで悩みはなくなったな。知って愛情を失った。人間が一人いるからどうしようかと思ったんだよ。アリスはお前を愛してる。世界中の誰よりも愛してるんだよ。あの子はお前の望むような少女となり、お前は母親になった。素晴らしい。自分を忘れ、素晴らしい。これで方向性はもう完全にクリアになった。それが生きるってことなのかもな。ルーサは気づいてたんだ。全然。そうか、それはちょっと衝撃だな。うわー、すごいなー、これはすごいわ。飯食ってねえもんな、何日も。カーラ、ねえ、どうしたの？抱きしめよう。そこはさすがにいつも通りな。ねえカーラ、ずっと一緒にいてくれるんでしょ？ずっとよ。ここで突き放す理由はね、さすがにない。アンドロイド同士やし、ルーサーが家族になった。ブルーブラッドと部品が足りないんだ。みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。国中の大都市で捜索を行って収容所に連れて行って廃棄してるのよ。俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにはならなかったのに。うっせえのっぽだな。仲間が殺されているのに黙っていられるか。あんなこと絶対に許されない。平和を掲げるはずだったのに攻撃したんだ。何百ものアンドロイドが死んだんだぞ。お前のせいでな。もう一回言ってみろ。もう俺が誰だと思ってんだ。文句ばかりだな。じゃあお前は一体何をした？俺は戦ったぞ。少なくとも自由なまま死ねる。拉致が開かないな。そうね。今はこれからどうするか決めないと。マーカス、立ち向かう以外方法はない。冗談だろ。ありったけの武器を集めろ。デトロイトを解放する。考え直すんだマーカス。血じゃ自由は買えないんだぞ。今からお前の言ってることはもう理にかなってる。無理だって。意味が分かんないって。もう
国は解体しに局に集めてるんだぞ。人間には暴力と憎しみしかないんだ。聞こうとすらしない。一体どうしろって言うんだ。黙って従えって。私たちを止めることはできない。あなたはみんなに希望を与えてくれたのよ。私にもね。今日ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。思いとどまらせて起爆装置を受け取ったの。爆弾か。マーカス、負けるわけにはいかないの。間違いないよ。人間が勝てば私たちはこの世から消滅する。そうね。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。それちょっと俺に持たせてくれ。使わずに済めばいいな。明日何が起ころうとこれだけは知っておいて。あなたに会えてよかった。ノースがすごい。もう一番の信者なんだけど。特定し指導者も見つけ出した。マーカスを生きたまま捕まえるのです。ついにみんな銃持ってんな。生け捕るように言われているが。お前初っ端から俺に銃を向けるんだな。俺はどうしても生きないといけないんだよ。説得しよう。どういうつもりだ。お前もアンドロイドだろ。お前もアンドロイドだろ。自分の種族を裏切る気。威嚇する。君を破壊したくはないんだ。説得を続けよう。人間にとってお前は都合のいい便利な道具でしかない。でもそれは違う。それ以上の価値があるんだ。俺たちは仲間じゃないのか。お前のための戦いでもあるんだぞ。もう奴らの奴隷にならなくて済むんだ。近づくな。近づいたら撃つぞ。疑念を植え付ける。一度も疑問に思ったことは。味方になれ。理解できない行動を取ったことはプログラム以上の何かを感じたことがあるだろう。心を揺さぶる。こんなことする必要ないだろう。もう従わなくたっていいんだよ。自分が何者かは自分自身で決められるんだ。そうなんだよ。自由にぶれたいはずなんだね。コナーもアンドロイドだから決めるんだ。残念だが僕は変異体じゃない。まあしょうがねえな。これって何が解除だったんだろう。仲間になるルートあったのかな。ジェリコの上でそんな始まっちまう。どうなってるんだ。早く逃げないと。よし出て行くか。まあでもコナンは仕事優先だし。ああなるのか。あっちのルートでな、味方になるとかいうなんてもう選ぶのおかしいか。来るぞ。あそこの通路へついてこい。こっちだ。急い。
軍号。こっちだ。この先に出口があるはず。おお、すごい。入って、早く。ルーサー。俺なんかルーサーが好きなんだよな。ルーサーすごい好きなんだけど俺。一番ルーサーが死んでほしくない。あールーサー。奴らに囲まれてる。貨物室にいる仲間が殺された。言ったそばから。警告じゃない、警告。2階と3階に出口がある。見つけたら釜に飛び込むんだ。あ、みんなに逃げろってね。ジェリコを爆破しよう、爆破しよう。もう無理だ、ここは。奴らも逃げ出してみんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに爆弾のある貨物室までどうやって行くの。みんなを助けてやれ、後で合流する。いや、もうここは場所がバレてる。ここを爆破するのが一番だ。みんなが一番助かるし、人間も殺せる、このタクが。待ってろ、アンドロイドは全員救ってやる。目標と敵を発見、命令を。リーダーを潰せ。逃がすんじゃないぞ。死んだやつはしょうがない。死んだやつはない。とりあえずマーカスだけ行けばいい。とりあえず了解しました。死んだやつはしょうがない。変異体のリーダーを無力化する。もう手遅れだ。俺はほっとけ。アリスを頼む。ルーサー置いてなんかいけないよ。でしょ、カーラ。置いてかないよね。いやー、ルーサーを助ける。何してる。一緒に行くの。カーラ、ダメだ。重いな。なんて無茶な真似を。アリスを危険にさらすつもりか。奴らが戻る前に行くんだ。それじゃあなたはどうするつもり。心配するな、アリスが無事ならそれでいい。置いていくなって。そんなになってるんだ。大丈夫。先に国境に行って待ってて。ほら行って、気をつけるんだぞ。早くしないとお前ら行動しないとマーカスに捨てられるぞ。俺はマーカスを選択しすぎ、自分の命しか考えれなくなる。マジでマーカスが何か起こしてしまう前に早く隠れろ、早く逃げろ。カーラ、この人死んじゃうよ。ねえ、ドアを開けてあげて。いや、開けない。開けたら私たちだって。お願いカーラ。関係なくて人間でも開けねえわ。撃たないで、私は味方です。味方、いいか。ハンクの奴隷はハンクの名前だぞ。ええ、もちろん見ればわかるでしょう。デトロイト死刑。帽子脱げ。警部補の同僚です。張り込み中で。来るって知ってればドーナツ差し入れました。出たこいつ。お前ついてたな。あと少しで撃つとこだった。ここは俺たちに任せて。一番狂ってるんだ。ですね、ええ。それじゃあ僕は戻ります。まあでもここで逃げるとか攻撃する意味わかんないからな。
ことになってるって。何これ。そしてとりあえず俺の命が助かれば待っていい。本当に。あ、そいつやめとこう。これで邪魔がいなくなったら。あった。出口よ。助かったのよアリス。え、出た。動くな。やばすぎるそれは。それやばい。それやばい。死んだふり。死んだふり。とっさに言ったのが死んだふりだったんだけど、動くない動くない動くない。やばい。とっさに出てんだもん。しょうがないこれは。あ、ピクピクすんな。おい、さすがアントロイド、死んだふりがうめえ。あぶねあぶね。よかった、とっさに死んだふり出てよかった。ジェリコにはもう用はない。もっといい場所に住もう。僕の任務は君の破壊で、失敗はプログラムにないんだよ。お前失敗ばっかしてたのか。こら調子いいこと言うな。俺の任務は、お前あの人に怒られまくってたじゃねえか。そんな怖い目して、一応前に。目的を果たせるのはどちらか一人。どっちがどっちの？あっ！魔法アウトになるだ。これは終わりじゃない。コナーやっぱり使えなすぎる。一瞬で殺されたんだけど。やばい、なんか一貫してるな。素晴らしいな。ちゃんと弱かった。全部失敗してるコナーは。お前だけは、守れ。二人逃げよう。やばいやばいやばい。うわー、どうせバイバイ。じゃあどうせ。そうなったら仕方ねえんだ。そうなってしまったらもう仕方ない。俺が生き残ることに価値がある、このジェリコは。貨物室で爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全隊員に告ぐ。全員至急船から脱出せよ。これで終わりじゃないぞ。マーカスが仲間と逃げたってるけど、一人なんですけど。仲間行った？一人も、一人も隣にいなかったけど、一挙ポチャするときに。チャポンとしか聞こえなかったんだけど。
前なんでそのとこに来てんだよ。なんでそのとこに来ちゃったんだ。意味わかんねえよ、こいつ。こいつ意味わかんねえよ。打ち明けるかな。わからないんです、カール。平和に暮らしたかっただけなのに、何もかも平和に暮らしたかった。違う違う、そんなこと思ってないよ。そんなこと俺思ってないよ。悲しみもないし戸惑いもないし俺。どれもない。ここに来たのが間違いなんだけど。記念ってどういうことになるんだろう。ただみんなを自由にして。まあそうだね、そうだね。なのに僕は破滅をもたらしただけでした。まあまあまあ、一番近くあるかな。必死に答えを求め、近くある。何もかも崩れ去ってしまうんです。怒っとくか。怒っとこう。人間たちは自由であろうとする僕らを憎み破壊しようとする。仲間が殺されるのを黙って見てはいられない。おい、墓にそんなことすんな。バカだめか。絶望、重い重い思いはカールに、これ、おかしくない？思いを言うな。お前、カールへの思いがあったとしたら、この共同には出ないから、絶望かな。僕はどうすればいい？どうすればいいんだじゃん。なあ、むずい、むずくなってる。違うんだよな、もう、一貫されてるんだよな。お！今の俺だったらこいつを殺せるぞ。前任者は任務に失敗しました。あなたが引き継ぎなさい。何をすべきか分かっていますね。兵隊の指導者を破壊します。行きなさい。俺のデトロイトさ、何回コナー死ぬん。バカすか、コナーが死んでいくんだけど。ここでハンク敵対と地獄のようだよ。何が起きてんの俺のデトロイト。多分こういうゲームじゃない。別れだろ、もう無理だよ。お別れを言いに来ました。もう終わろう、もう無理。てこんなんで、こんな一緒にいて敵だったら無理だよ。ハンクの心配かな、謝るって。心配してたんですよ、警部補。あなたの様子を見に来たんです。銃が先かな。あの銃は手放して、あのゲームももうやめてください。お前と一緒にいればまた信念を取り戻せるかもって思ってた。ところがこれやばいかも。待って、これやばいかもしれない。かなりバットに入ってる。身勝手で残酷な話だ。目が覚めたよ、この。やばい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 、希望なんてやばいやばい。これはさすがに説得じゃない？ハンク、僕は。さあ、もう帰れ。任務でも達成してこい。それしか興味ないんだろう。まあそうだね。まあそうだね。さっさと失せろ。地獄みたいなことが起こってる。誰も幸せになるね。お前は悩むな。悩むことない。
始まるぞみんな。また始まる。絶対そうだろう。あのいやまだまだ個別だわ。うん。俺たちといれば安全だと思ってた。間違ってたよ。町を出るんだ。まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。最終バスに乗らないと。今ならまだ国境を越えられるかも。マーカス、みんなを救って。いやでもこれみんなを救うための選択なんだよね。これなんで殺してるかっていうと、多い方を救っていくのを選んでいくとこうなっちゃうの。結局この大衆を救うのは俺であって、あそこで俺が傷ついてしまったらこいつらが野に放たれるんだよね。それが一番の絶望なんだよな。というわけで今からお前らに演説を始める。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。革命でしょ。収容所を攻撃しアンドロイドを解放する。人間が戦争を望むなら受けてやるさ。自由のために戦い抜くんだ。勝ったとしても死んだとしても。みんな覚悟はできているか。ここからデモしたらマジで何が起きてしまうかわからない。マジで全員タンクローリーで引かれていくかも。端から端までぺっちゃんこになっちゃうぞ。ハンクが命を絶った。鉄砲だ。ほら、もう行きましょう。行かないとバスに乗り遅れるわ。うん、離れないで。見つからないように通り抜けていきましょう。心配しないで、うまくいくから。緊張感あるな。殺さないで。何もしてないのに。黙れと言っただろ。他にもいるのか。まるでネズミだな。ねえ見て、ルーサーだよ。助けるのは無理よ。兵士がたくさんいるの。置いてくなんてダメ。殺されちゃうよ。ここはでもルーサー救いに行くかな。わかった、行こう。ここは別に見捨てる理由がないな。単純に言うと、人間だ。アリスもそんな大切じゃない。家に帰らせてくれ。妻が待っているんだよ。それに市民全員チェックしろってよ。みんな平等というか、俺はルーサーの方が好きだもん。そんな、やめろ、やめてくれ。クソアンドロイドめ。これ、これ操作フェーズ？なんか俺見過ごされたんだけど、は？
鉄砲お前どうする気だ。アリスは隠れてるわ。カーラ助かったよ。命の恩人だ。見つかる前に行ってアリス。ルーサ生きてたんだね。もう会えないかと思ったよ。駅で落ち合うつもりだったが捕まっちゃう。いいから行け、いいから行け、いけ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 話すなその男で。検問所。え？パスポートはあるけど何が起こるかわからない。検問所？迂回した方がいいんじゃないのか。もう時間がない。乗り遅れるわ。うん。でも安全だろ。検問所行こうか。パスポートあるけど何があるかわかんない。銃を持った奴らは苦手だ。何かが起こりそうだ。ちょっと待って、何かが起こりそうや。いい、ルーサー今は何もしないで。 ID の提示を。はい、どうぞ。外出禁止令が出てます。やむを得ない場合以外は外に出ちゃダメなんですよ。行き先は？ああ、娘が友達の家に迎えに行って帰るところなんです。疑われてるぞ。落ち着かせよ。落ち着いて、心配ない。お嬢ちゃん大丈夫？震えてるな。どうしたの？風邪がひいてて、もう急がないといけないんです。家に連れて帰らないと。いいですか、気をつけてください。変異体がうろついているし、みんなピリピリしてるんです。早く家に帰って。どうも。おざす！ちょっと、待って！はい！気づかれた。殺さ、何もしない！何もしないで、ルーサー。こういうのは大丈夫や。撃たれるんだぞ。こういうのは何もない。殺される。いや、何もしない！大丈夫や！落としたよ。だよな！海外の作品でそうなんだよな！ビビらしてくるフェーズだろ。知ってんだよ、何本映画見たと思ってんだ。今日2038年11月11日、我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。はい、リーダーです。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。平等な権利の交渉が開始されるまで攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。自由を勝ち取るためならば我らは素晴らしい方向性俺の思った方向に行ってくれたら、ちゃんと行ってくれんの、ゲームとして素晴らしいわ。思想強そう。これ何中？誰もついてきてくれなかったの？これ何中今？絶対にミスらない。おい LB、 設置ドン。戦争が始まる。すごい数だ。ちょっと少なくないか、戦争するには。
か人との関わりがでっかい喋ってくんない？なんか俺のデトロイトさ、あの口数少ないんだけど、みんな友達いないから。そこ不安定じゃない？お前ファインポコ出てない？ライフルを置いてこっちを向くんだ。いいか、手は上に上げろ。どういうこと？いや、俺は仕事を全うするよ。説得が先かな。私はサイバーライフのアンドロイド、あなたの味方です。私なら変異体のリーダーを撃ち殺し、革命を止めることができるんです。銃を下に置いてこっちを向け。最後の警告だぞ。あ？なあお前、お前を知ってる。コーナーだろ。人質事件で交渉に来た。また会うと思ってたよ。悪いが、見つけたアンドロイドは全て拘束せよとの命令。ああ、なるほどね。一緒に来てもらうぞ。あなたは分かっていない。なるほどね。任務を邪魔させるわけにはいかないんですよ。戦おう。俺はもう、あの革命を止めることしかできない。俺は仕事を全うする。やばい、マジで待って、なんでコロナでテンパっちゃうの俺。テンパな、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 テンパな。あー違えた。 RT ってどこ。 RT やめて、 RT やめて。え、待って待って、テンパせないで。やばい、 RB X Y B X LT 上押しましたけどね。上 Y A ありか、それアンドロイドならではの。わお、完璧。あ、じゃあ傷を負っちゃって。武器の方か。邪魔はさせないと言ったでしょ。俺は仕事一つじゃんだよ。役目を全うする。国境行きの最終バスは満席です。あら、チケットをお持ちの方のみ乗車できます。追って通知があるまで全てのバスは出発延期となります。私たちはチケットを持ってない。あちゃー、ここで足止め。どうせオリバーが気に入ったみたいね。動かないで。あなたの子かわいいわね。よし、サンドイッチも買ったし、電話もした。行かないと乗り遅れるぞ。最悪だ。チケットマジで最悪。私のバッグの中よ。よし、じゃあ行こう。保安検査です。動かないで。私たら本当にごめんなさい。でも確かに。おいおい、嘘だろ。なんでないのよ。まさかなくすなんて。ちゃんと探したのか。カバンに入れておいたのよ。封筒落としたのかも。あー、くそ。すみません、この辺で青い封筒を見かけませんでしたか。あ、バスのチケットが入ってて。忘れてください。 いえ、ごめんなさい。どうすりゃいいんだ、こんなところにはいられない。ここじゃオリバーが危ないだろう。本当にごめんなさい。もう私たら行くわよ。さっきまでバッグに入ってたのよ。どっから乗れんだ。動かないで。ここか。チケットは？ええ、あります。よし、進んで。
でかいな、バスに乗れたのは。ねえ、あの赤ちゃんと家族はどうなっちゃうの？私たちのせいで死ぬの？安心させよう。まさか、そんなわけないでしょ。そんなこと中でしろ。いいから早く乗れ。あそこで返すの選択肢ないやろ。ないやろ、ないやろ。絶対にない。現在軍が反乱鎮圧の準備を進めていますが、デトロイトは今や内戦勃発寸前の状態です。彼らは廃棄処理を待つアンドロイドが抑留されるリコールセンターに向かっているようです。現在施設の周囲を囲むように兵が配備されていますが、今や反乱分子との衝突はいつ起こってもおかしくないような状況です。ウケんな。一人ぼっちなんだけど、モブしかいねえよ。また始まる。どこで始まるの？急に始まるからな。危ない。部隊に指示を出す。援護射撃。口で言うな。口で。お前ロボットなんだから喋んな。頭でやれ。援護射撃。移動。おい。アルティ。LT。アルティ。Y。すごい。アルティ。LP。ナイス。いや。マーカス死にたくない。死にたくない。いいから行け。そんなこと言ってる場合ちゃうね。前進！進み続けるんだ。それ以外選択肢はない。行こう。どんどん進もう。いいぞ。うまいぞ。ナイス。 58%。 援護射撃できるやつ。お前援護射撃。俺の金石。ナイス。これ進め。いいぞ。攻撃ついてこい。2部隊に分かれる。突撃部隊と援護射撃。完璧。これ以上進めない。そんなことはない。マシンガンで手当たり次第撃ち殺してる。行くぞ。お前突撃立てになれ。行くぞ。攻撃ジェリコのために。突撃だ。ナイス。素晴らしい。戦車はまずいぞ。自由のために。戦車はまずい。どうせて Y、 B。 あ、俺はアンドロイド。俺はアンドロイド。うわー。
起きろ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 。探し出すのに苦労したぞマーカス。ここでコナーかよ。ナイス始まるぞ。この後の一対一が、なんでここに肉弾戦なんだ。マーカスを操作する。俺はマーカスを操作する。ほら、こっち。 Y 間違えた。 X A X B R T 間違えた。上右。ナイス、よく投げた。完璧。 X、 うし、速くなってきてる。追いつけ、俺の反射神経。いや、右、左、RT 乗ってきてる、乗ってきてる。テイムホルキャミ関係ねえんだよ。 X ジャンパーチ。 A で足を引っ張ってどうすんの。 RT 腰に蹴りを入れて、もう一発ガード。左、 X パンチ。もう一度 A でボディ。 X 顔面。 Y で止められても関係ない。ジャンパーンチ、ジャンパーンチ。首を絞めて、もう一丁。お前の抵抗は無意味だよ。もうガラクタ同然じゃねえか。腕をへし折ってとどめ。おれうわあ。これはまだ終わりじゃないっす。まだ終わりじゃないか。やめとけ、お前向いてないから。この仕事向いてない。お前はアルビ、ドゥヒュブーヒュブー。すっごいちょうどいいとこに RPG 落ちてたな。人間たちが収容所から逃げてく。やったぞマーカス、勝ったんだ。ごめんなさい、勝ったのか。これは勝利なんかじゃない。戦争の始まりだ。そうか、渋滞だよなこういうのな。どうしたんですか。入国検査です。乗客は全員バスを降りてください。進んでください。体温を測ってる。まずいわ。ねえカーラ、どうするの。てかお前、えかなりまずい。心配しないで、平気よ。通るのは無理だ。分かってるだろう。少し考えさせて。何か方法があるはず。せっかくここまで来たのに諦めきれるか。お前とアリスが無事なら俺はそれでいい。俺が何とかするよ。ダメよ。何？何か考えるから。他に方法がないなら。何？やるしかない。ウーサが家族どうつんの？何？ジェリー？次どうぞ。カーラ、君は命の恩人だ。もし助けが必要ならいつでも言って。あ？あ？え、誰だっけ？アイディーよ。アンドロイドだ。おい、あ、待て、やめろ。な、待て。おい、何かの間違いだ。頼む。うん。俺はああなっちまうのか。まずいな。うさ、余計なことすんなよ。おい、どこ行くつもりだ。トイレだよ。娘がトイレに行きたがってて。
何急に。え、何急に。ローズ、生きていたのね。二人とも無事でよかった。ジェリコの襲撃をテレビで見て、ひょっとして殺されたんじゃないかと思っていたのよ。本当に無事でよかった。検問。検問をしてるの。これじゃ無理よ。やらないと。捕まったら殺されるのよ。アリス。ローズ。私に何かあったら私に任せて。ん？ああ、革命聞けばよかった。ローズがいい人すぎんな。素晴らしいな。ん？なぜ母さんが手を貸すのか理解できなかった。おめえか。俺もようやく気づいたんだ。マーカスのやり方には賛成できない。でもあんたは生きてる。自由になるべきだ。いつか人間もそのことに気づくはずさ。すごい感情だな。ちょっと待って。ちょっと待って。むずいやんこれは。うわー、怖しい。自分で。約束したわね。でももうそれも無理なの。お願い、一人にしないで。ごめんね、こうするしかないの。ルーサーと一緒に行って、あなたを守って、きっと国境を越えるわ。ローズも面倒を見てくれる。あなたに出会えて幸せだった。あなたは私に命をくれた。うん。あなたには幸せになる権利があるの。これから本当の家族を見つけて。これが役目あったもんな。私がいなくても幸せになって。どない？どないなの？こっから。アイディを。何？
ットして。ああ、手を上げろ。次の人。で、どうぞ。で、どない？アンドロイドめ、大丈夫かい？カナダへようこそ。わわわわ。どない？だからどない？たった今、デトロイトから気がかりなニュースが入りました。ジョス、聞こえますか？はい、マイケル。デトロイトのハートプラザリコールセンターでは激しい攻防が繰り広げられていましたが、ついに反乱分子の手に陥落しました。どういうことだ？収容所内のアンドロイドを解放しているようです。わけがわからん。報告が事実だとすれば最悪の結果につながりかねません。何百万もの人々が逃げ出しています。これは紛れもない集団脱出です。デトロイトでの紛争は一時中断したようです。軍は現在フォートウェインに退却し増援を待っています。デトロイトの街は反乱軍の手に落ちました。本日2038年11月11日早朝、デトロイト市内にある第5リコールセンターが数千体に及ぶ変異体の襲撃を受けました。我が国防軍が勇敢に戦いましたが、落ちました。反乱軍の猛攻に苦戦を強いられる中、多大な損害を受け撤退を余儀なくされました。今この瞬間もアンドロイド反乱軍との戦い、これを望んでいたからな俺たちはな。数時間以内に議会を招集し、国家安全保障理事会に緊急会議を開くよう要請するつもりです。人類は今歴史上最も重大な戦いを迎えようとしています。勝利なくば我々人類の破滅につながる戦いです。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。ふざけんなご都合主義が、そんなこと言ってんじゃねえよ。俺たちが今までどんな扱いを受けてきたか。終わりを迎えた。この世界に生まれ落ちたその日から我々は沈黙を貫き苦しみに耐え抜いてきた。ずっとこいつ喋って。いやでもやっぱカリスマ性がすごいな。本当に死ぬべき人材じゃない。我々の真の姿を伝えよう。人材？アド材？我々も人なのだと。我々は生ける種族、自由に生きる権利を手に入れた種族なのだと。これから我々はとても辛い戦いを強いられることになるだろう。今日新たな戦いが幕を開ける。我々が勝利した今、人間との対等な交渉が始まるだろう。平和を望むのなら国中の収容所から仲間を解放するよう要求し、市民権の付与と人間と平等な扱いを受け入れさせるんだ。今日我々は歴史を変えたこの記念すべき日を決して忘れてはならない。俺たちは生きている。そして今日自由になった。これ何？これ何で白いの？これ訳が分かんなくなってきたんだけど、このゲーム。
ったよ、アリス。自由だ。大丈夫か、ここ。ワンチャン犬死に説あるぞ。頼むぜ。バッタエンドじゃないな。いや、アリスのルートはバッタエンドじゃないでしょ。カーラが生きてほしいってなんの？役目を遂げた感なかった？だってもともとアンドロイドとして自由がなくて、アリスによって意思を持つようになって、でその自分が自由になった要因のアリスは生き残って、で自分はさよならしたけどアリスは生き残ったんだから、バッタエンドではないでしょ。まあこれもこういう終わり方だなって感じ。俯瞰してもバットではない、俺目線はね。バットに捉える人もわかる。でもカーラだけの主観で俺は操作してたから、カーラ目線で言うとすごいいい死に時でもある。生きれたらベストだったけど、あの状況下で結局アリスが生き残るっていうことを重要視してるカーラにとってあれはベストだった。コナーに関しては俺、コナーが俺一番わからなかったな。コナーか。コナーは一貫するとこが一つだけあって、お仕事優先。とりあえず与えられた仕事を絶対的にこなすっていうところを優先してたんだけど、結果に強くなかった。一個も成功しなかったね。ジェリーのこと覚えてる？全然覚えてない。ジェリーってドイツや。ジェリーってなんだっけ？なんで選ばなかったんだね。いや、犠牲にするっていう考え方だけど、あの状況下で覚えてないやつに何か運命を託さなくない？俺だったらあんななんか検問取れるかどうかの状況下で、俺の完全に俺の思考の話だけどね。俺ジェリー覚えてないのよ。そいつにこの検問取れるかお前に託すならんやろ。10% なんだけど。ゼロパーなんだけど。マジか。でも俺の動きって理にかなってた気がすんだけどな。そうなんだ。みんなは誰も犠牲にしないが多いのかな。すごくない？誰も犠牲にしないっていうルートを選べるのすごくない？俺目線マジで勇気がいることだと思う。あの状況下で、誰も犠牲にしないリスクのないルートを選んで通り抜けられると思えなくない？誰かを犠牲にした方が通り抜けられる可能性高いしさ。誰か一人を犠牲にした方がいいよね、そういう時って。まあ、でもそこは一貫してるな、確かに。俺は。誰かを犠牲にして複数を救うっていうところは一貫してる、俺は。感動ルートも踏んでみたいところだけどね。俺はこういうのは、俺他ルートはこういうゲーム見ません。一期一会なんで。おもろかったけどね。終わり方がちょっと、薄い終わり方だったね。なんか、最近の、人がよく死ぬ映画みたいだった。終わり方も。三味が殺した主の人物、ハンク、カーラ、ノース、ジョッシュ、サイモン、クロエ、コナー、カケルさん。コナー、カケルさんがおもろいな。